はい。僕らが見て分かるようではやっぱ意味はないですね。そう、いいとこついてくんな、しっついてくんな。僕らはプロですけども、僕らが目利きするって分かるようでは、やった人が素人ですよ。そう。これを覚悟して、いいですよね。BRC チャンネル、始まるよ。プレッシャー。そうや、そうなさいね。ちゃんと直しているところをちゃんと見て、直ってるか直ってないか見るっていう感じですもんね。お金は取れないですよ。お疲れ様です。ちょっと待ちたまえ。やっぱりちょっと待ちたまえ。やっぱりまたね、ちょっと思いついたんですよ。何を？え？企画やんか、企画。企画？うん。何ですか？あんな、はい、お客さんに聞かれたらどうする？ここを直してるんですけど、修理したんですけど、どう思いますかって。はい、来た。はい、来た。はい、来た。何？それですわ。それですか。透かしてみる。透かしてみる。透かしてみるってどういうこと？このちょっとこの車でやってみて、このアウディで。例えば、ここへこんでたの直したんですって言われたら、うん、これぐらいの角度から、うん、光当ててみて。それは何を見んのよ。なんかこう、この角度から見たら、まっすぐすっきりしてるかとか、うん、うん、歪み？歪みあるかな。そういうことやんね。結局へこんだとこを板金して一回手つけてるから、パテとか入ってたりすると、まあ、ちゃんと研げてるかとかいうのはやっぱ人によって違うもんね。できてるかどうかっていうのは。 それを、うちのスタッフ、はい、もろ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 ちょっと見分けれるかどうか、目利きやんね今回。目利きを試したいなと思って。そりゃプロだからわかるよね。わかるんじゃないの？うん、わか、あー、綺麗に直したらってことですか？そう。いや、うちって基本綺麗に直してるから大丈夫やんけど、ね、まあその何、ソムリエ的な感じ。ソムリエ説。なるほど。板金塗装をどこを直したか、要はちょっと離れて、要はここを直すとするやん。はい。で、こう分けて、はい、 A、B、C、D、E、F ってして、はい、線引いて、はい、直した通りな。で、どこを直したでしょうって言うんです。あー、当てれるかどうか。どこがへこんでたでしょうみたいな。そう、面白くない？難しくないです。なんで同じパネルで。そう。あー、いけるか。いや、どうだろう。結構綺麗に直したら分かんないレベルまで持っていけるじゃないですか、うん、ここやったら、うん。それをちょっとやってみたいなと思って。いや、面白そうですね、うん、で、当ててもらう。そう、で、もう一個はね、もう一個、塗装、はい、塗装もそうやんか。まあ、塗装は多分な、はい、俺も部長も塗装師やから、はい、どっちかっていうと、あ、ど、はい、まあ、部長は塗装師か。俺は板金も一応できるけど、はい、どっちかというと塗装やから。塗装は自信あんのよ。塗ったか塗ってないか分からんようにするのは。もう分かってたら本気でやるし。端の方とかバレやすいところ、うん、それじゃ思んないから、はい、ぼかしってあるやんか、はい、クリアのぼかし、はい、カラーのぼかしじゃなくて下地じゃなくて、はい、クリアのぼかし、はい、ぼかし目はなんていうの、ちょっと来て。例えばここあるやんか、ピラー、はい、ここぼかすときとかたまにあるやん、はい、
まあ、クォーター塗るとき逆で向こうからこっちぼかすやんか、はい、ここまで塗りゃいい、これ絶対ここまで塗るけど、はい、まあ、この辺でぼかしたりするやんか、はい、それってどうやって見分けるの、え、ぼかしてるかどうか、そう、肌、塗装肌、肌とかで見るとか、マスキングの跡とか、あ、うん、これだったらメタリックだけど色のなんだろう、ぼかし際が、うん、残ってるやつもたまにあるじゃないですか、うんうん、そういうのとか、だからこの2個をちょっとやってみたいなって、要はだからここでぼかせやんか、例えばほんなら磨くやん、磨いてもう分かんないようにして A、B、C、D、 はい、どこでぼかしたでしょうみたいな、こう当ててくださいみたいな当てられへん方がええのよこれって、うんうんうん、当てられたらあかんのよ、いやーでもそれが仕事やから当てに来るんじゃない、そうやね、難しいとこやろこれ、うん、だからさっき言ったようにお客さんでたまに多分板金塗装屋さんで嫌な思いした人とか、はい、あと何やろな、元請けみたいな中古車屋さんとかが結構それやんねやんか、はい、でもうちクレーム率がほぼほぼないから、はい、大丈夫っていうか、もうそんな する人おらんけどな基本でもするってことは多分何かしら理由があってやるわけやんか、うん、まあ、信用ができないってことだと思うんだけど、シンプルに、はい、信用ができないってことは多分何か理由あるわけやろ、そうですね、うん、信用できないかも、身内が車屋さんとか、そんな、そうやん ね、 ね、だからまあそれをちょっと身内でっていうか社内で検証、はい、ほう、面白そう、うん、だから部長もちょっと手伝ってもらって、はい、部長と俺バーサスバーサスあのスタッフ、神と有権とミスターM、そうにちょっと挑もうか挑みましょうか、面白そうですね、うん、で当てた人には金一封ってことで、金一封、金一封当てたら、当てたら、え、それ私も参加したいんだけど、え、なんで、参加権はございません、私も参加したいやだ、金一封欲しい、チケットは3つしかないんで、あいやちょっと、そうだから仕事中はまず無理やから、はい、ちょっとごめんなさい、明日土日使って、はい、あのちゃんと手当て払いますんで手伝ってください、金一封よりあ、じゃあこうしようや、バレへんかったら部長に金一封、おお、それで、はい、そうやったらいいやろ、はい、はい、やりますバレたらあ、じゃあこうしようか、ちょっと3対1やから不利やから、2人までやったら部長金一封、え、当てた人が2人、そう、3人でバレたらなし、さすがに余裕じゃない楽しみやね、うん、じゃあそれでいきましょうか、やる、よし、じゃあ明日楽しみですね、明日から、うん、え、でも どんぐらい行くんですか、立てもん、そうやな、もう適当にポコンってへこまして、台車へこますの、うん、それはちゃんとやらんと見てる人もそんなこんなん誰でもできるやんって、板金屋さんも結構見てるらしいからね、これどんぐらいへこますの、わからん、その日の気分、怖いよ俺の機嫌が悪かったら思いっきりへこます機嫌悪かったら、うん、まあそこそこへこましとかんとな、やっぱ、うん、ドア、うん、ドア1枚、ハンマーでどついてへこみ作って直す、でピラーは、うん、まあ、普通に塗装してぼかしてしっかり乾かしてから磨く、アルミのやついくとか言わないですよね、アルミはやめとこうか、うん、鉄板にしとこう、うん、うん、じゃあそれでちょっと、え、色はメタリ、色だから何がいいかな、黒やったら分かりやすいんやけどな、黒の車は今ちょうどないから、まあ、もうそこはフェアにシルバ
わからん、ちょっと明日台車見てみないと分からない。今思いついたからな、ほんまに。白がいいな。白分かりにくいもんな。白朝食得意だし。ああ、じゃあ、まあ、明日ちょっと見て、白の車があったら白にしようか、はい。機嫌よく来てくださいね、明日。うん。じゃあ明日お願いします。はい、はい、おはようございます。おはようございます。というわけでですね、シルバーじゃないですか。いや、車がなかったんよ、もうこれしか。今もう台車全部出払ってるやんか。まあそうですね、もう全部ないから2台か3台、そうこれしかないから。でちょうどこれちょっともう補修しようかって言ってた車やから。まあそうですね、ちょうどいい、もう一石二鳥かなって。今このマスキング貼ってるとこ、はい、ちょうどあの塗装ムラがあるから、うん、やり直そうか言ってたから、もうちょうどええやんか、塗るんやったら。そうですね、うん、っていうわけでこの N ボックス組んで決定ちゅうことで。はい、ちょっとで、はい、言ってたようにまず、こいつで、あへこましてもらって、うん、で既成事実っていうか、まあ、直すところを取って、で、スタッフ君たちにどこを直したでしょうかっていうのを、うん、当てられないようにいつも通りやりますか。はい。あ、しやんの。そう、やだよ。先にほら綺麗なの取っといて、歪みないよって。あんな俺見ててんけど、ちょっとここに歪みがあるよ。んよ、ここにダーッダダダダダってある。これちょっとな、あ、まあ、ほんまや、取るけど一応明日、あ、じゃなくてここはちょっとみんなには言うとこか、うん、多分ここで惑わされると思うよっていうこともあるやんか。ここはないよ、ここは綺麗やんか、もう完全に見てもらったら分かるけど、こう透かしても、うん、ないよね、歪み。こういうのだよね、言ってる歪みって。これ前多分直して映るかな、痩せが、まあカメラでは映らんぐらいのレベルやねんけどな。まあこの辺にあるよね、うんうん。まあ今回これも塗装するから多分取れると思うから、うん、結局そういうことだよな。車って結構歪みあるもんね、普段から。ありますね、意外と新車の状態とかでもあったりするもんね、うん。まあそういうのも完備して、まあ直したとこが実際分かるのかどうか、プロ同士がやって。うん、へこましましょうか。やだよ。どこ行く。ここやな、ここがいい。ここ磨けて、また難しいとこ。ここ、うん、ごめんね、ごめんね。えい、あんまり行かない。何してんの。もうなんかもうかわいそうなんだもん。一発でやらない、一発で、はい。うん、ああ、はい、OK。 ああ、やりすぎだよ。いや、それぐらいやらないと。そんなんあかんや、せこいやん。見てる人がこんなへこみやったら誰でも直せるよ。いや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 、ちょっと何してくれてるんですか。もう結構へこんだ。へこみすぎる。エクボじゃないよね、へこみだよね。へこみ。やっちゃいましたね。 OK、 じゃあ今からここを板金して直すから、俺が。で部長はもうその間朝食して同時でやってって、サクサクと終わらしましょうか。一応時間制限も今日1日ってことで。1日やるんですか。さすがに磨きは無理やから、うん、塗装までは今日やっちゃって磨かなかな。あ、そうか、ぼかしは磨かなかもな。そうですね、ぼかし磨いて、だからここは磨きまでせんでいいんちゃうかな、うん。であとここ直します、はい、で塗装します、うん、塗装塗装塗装、うん、でこう来てこの辺でぼかそうかなと思う。クリアをな、部長にぼかしてもらおうかな。どこを塗るって、もう一回ちょっとカメラ。フロントドア、ドア、スライドドア、ドア、でクォーターで、これ部長任せるけど、ここでぼかすのか、ここでぼかすのか、まあこの辺でもいいけど、あ、ここへこんでんな。で、うん、どこでぼかしたかっていうのを磨いて分からなくして、うん、でそれをプロに当ててもらうっていう。はい。
いざ対決ですよ。やりましょうか。頑張ろうか。はい、はい、でもこれ塗ったとこだっけ。いや、そこは塗ってないんちゃうかな。できた。板金。早い。30分ぐらいかかった。っていうかさ、はい、俺やっぱ板金下手くそやわ。改めて分かったわ。めっちゃ広がってもうたしな。あ、でもこれぐらい広がるのかな、分からんけど。絶対パテ入ってる思ってんけどな、入ってなかったし。まあ。分かんない。うん、この辺までへこんでたから。うん、結構行ってましたもんね、うん、で一応もうここハンダ残してるけど、はい、もうパテ代わりで、はい、あとサフ行って塗装頼む。とりあえずちょっと先にサフだけ入れとってくれる。はい、頼んだ。分かりました。
はい、どうする、どこでぼかす。一応マスキング止めたんねんけど、後ろ俺思うんやけど、ここが肝やと思うんやん。ここで結構バレると思うよ。なんでかって磨かれへんやんか、やったら上でぼかす方が無難かなと思うけどな。ぼかす基準ってどうしてんの、いつも色がどのあたりまでかかるかとか。ああ、下地磨きやすいところ。ああ、そうやんな。怖いかな。ああ、氷化新車だから。そんなセコ技使うの本気やん、もうそんな。どういうこと、今説明してたら分からへんで。だから磨けるようにぼかし目をこの角でぼかして、その磨いて取るってこと。そう、そんなもう超必殺だね。たまになんか超高級車とかでやるやつやん、どうしても外されへんから言って。剥げる可能性があるよ。剥げるって言って、その塗料がなくなる。どこで行きます、社長だったら。ここで切ったらせこいよな。まあこれも一応選択肢、ここ切ったかっていうのも。もうええんちゃん、この辺でちょっとめんどくさいけど、あの台登らなあかんけど、部長ちっちゃいから。じゃあそこで、ここ行く。はい、な、上やね、この辺やね、ちょうどこのガラスの真ん中ら辺ってことでね。よし、じゃあ行くか。それでどうない、マスキングもう終わりそう。うん、終わります。もう朝食はそこそこやもんね。そうですね、あんま本気でやってないもんな。私も来るから、こんだけ範囲広かったらな。はい、オッケー。じゃああとちょっと頑張りましょう。よっしゃ。どう？お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと手こずったね、こいつ。手こずったちょっとっていうか、だいぶ手こずったな。しかもさ、休みっていうか時間ない中でやってるから。あの今回一個結構大事なこと分かってんけど。何ですか？やっぱりこの仕事、はい、急いでやったらあかんな。ダメ間違いない。急いでやったらあかんな。そうですよ。ちょっとこれ先に言い訳しといていい？いや、これほんま非常に当てられる確率が噛んだ当てられる確率が上がってきたんですよ。上がってきたね、急いでやったから。やっぱり、あ、どれぐらいや、これの所要時間。がっつり3時間ぐらい、4時間ぐらいか。これにかかった時間は3時間、3時間ぐらいか、3時間半か。じゃあ、まあ、あのへこみを、板金から始めて、うん、塗装終わるところまで3時間半、うん、磨きはどんなもん。30分ぐらい。30分かからないかな、うん、じゃあ計4時間だね、はい、実動時間。乾かす時間はちょっとまあ別として。パテ行ってないもんね。すごい早かった。うん、すごい。めっちゃ悩んでん、パテ行ったの。でもあれ行ってもいかんでも一緒やったけど、多分パテなしでこれはすごいすごいですよ。まあそれだけです。で、今ブースに入ってレンドボックスがもう一箇所板金して塗装も終わってるんです。で、一箇所ぼかししてあるクリアので、そこは磨き終わってて、
それを要は という はい僕らが見て分かるようではやっぱ意味がないですよね。そう、いいとこついてくんな、しついてくんな。僕らはプロですけども、僕らが目利きするって分かるようでは、やった人の人が素人ということですね。そう、それを覚悟して、いいですよね。プレッシャープレッシャー。そうやね、そうなんですよね。ちゃんと直してるところをちゃんと見て、直ってるか直ってないか見るっていう感じですもんね。うん、お金は取れないですよ。半々ですよね。バレてほしいし、バレてほしくないっていう。そうですよね。まずはじゃあ UK から行こうか。はい。5分測ってる？5分きっちし5分やで。どう思う？うわ、これでもそんなとこに引っ掛けあったら分からへんよ。引っ掛けを疑ってる。実践してるじゃん。鉄板伸びてたからね。うん、そうでしょうね、これ。うん、結構やばいですよね、うん、スライドドア板金してるからこそ分かるもんね。これじゃん、ヒルズンデとかなんかすぐに、ね、でも肩出てない。結構難しいな、これ。チックタックチックやばいね、磨き磨いてないよ。あ、まだ磨いてない。うん、クォーターはあれやけどな、磨いてるけど、あのぼかし目は。ああ、そうやで、触っても叩いても開けてもええで。叩かないで。に匂い嗅いでもええし。匂い匂いが分かった、すごい。匂い嗅いでもええから一回嗅いとこうかなと思って。分かった、匂いで。匂いで分かった。嘘やん。ここじゃないですか、板金。さあ、どうでしょう。なんかどう、そっか、ややこしいで、 A と B と C と D の真ん中やで、それ。あ、そういうことか。うわ、そんなことするかな。嘘やな。なんかそこだけがなんかちょっと歪んでるような。元々あった歪みもあるからね、車にある。違うやったっけ、ひどかったですもんね。そうやで、ひどかった、ね、めっちゃ時間かかってんよ、他の歪み取んのに。ねえ、そうや、こっち結構ひどいな、言うてたのを覚えてるんやけど、前がすごかったよね、縦の。ああ、前、だってまだ残ってるじゃないですか。そう、前ボコボコやろ、もう前やってない、本気で。これでも、ほんまにこれでも、すごいな、それの歪みがあるやっぱりそうやって見るんですね。はい、透かしてますね。え、もうぼかし目はもう分かったん？もう決めたん？場所2個あると急がないと時間制限来ると。半分警戒。ぼかし目、ぼかし目この辺にマイクあるから、うん、うわぁ、開けてみてる。開けてみんの。ぼかし目だけ取ってるんですかね、ゴミ取ってないですもんね。ゴミはある程度取ったかな。え？
え、この辺やったっけ最後 D かなんか A、B、C、D かなんかしなんかしったよね。あ、まずここ、はい、A B, B C、はい、D D やな D D やな E E かいいやなだったかなちょっと記号がここまで塗ってないね。あーでもザラついてるんですよ。いやこれ引っ掛けかこれえドアから塗ってるんですよね。そうそうそうここですぼかしめよそこうん多分バッキムなこっちかこっちか、うん、だけどどっち下下オッケーマンキンはマンキンここやあれ変わってる多分ここやねここもなんかちょっとひずみあでもここそここになるかねおあ結構やばいなパネルの伸び具合見出した5分経ちましたよはい、もう無理です、ここやなもうちょっとこれ来たら難しいな来た来た来たお願いします出番ですえ、集めて種明かしはしてくれるの？種明かししません。集めてね。嘘ですよ。しますよ。それ。五分です。よし、スタート。換金したのはどこでしょう？やっぱりそうやって見るんだな。それは何ですか？歪みですね。塗装屋さんといえばここ歪みそれやっぱややこしいですよ。 A、B、C、D あ、そうかやなんかでもこの辺なんかおかしいな。さっき受けを言ってたなお蕎麦屋さんの方がこれ歪みは見けの前か、うん、最終のね歪み抜くのお蕎麦屋さんなので5分なんで、あ、ここなるほど、ってことはここいいはいいいはい OK、ほんなら次ぼかしめいきましょうか。早いな早い早いぼかしめぼかしめあの、キャタツ使ってもいいですよ。おD、はい、D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  ですね。D。ちなみに引っ掛けかもしれないですよ。そのあのわざと残してる可能性もある。そうやな。そうやな。A もありますからね。A、B も。なんか遠ざけてるような。遠ざけてる。わざと D じゃん D じゃん E？ そこ根拠はちなみになんとなくなんとなくなんとなくこれは多分引っ掛けやな。上を見なくていいんですか？上 C、E、A上じゃないな。お、上じゃない。多分。いい、いい。はい。ってことは、ミスタイムの答えはいい、いい、いい、いい。二つともいい。二つともいいね。はい。オッケー、じゃあこの回。早い。ありがとうございます。早いわ。いや、種明かし種明かし、また後で、ま、発表の時で分かりましたボスにボスあ、怖いなぁ。これか、そっち
かして、プルプルお早いうがーって言ってるよ。でも下から見たら早い。そうですよ、下誰一人下が見えんかったな、みんな見えたら。フロントドアひどいな。あ、そう、フロントドア。そうえ、これは何、あれでへこましてやってる。そう、結構思いっきりバーン行きました。ちょっとごめんなさい、ちょっとカップ見えない見えないガチ見えますか。どう、もう見えるよ。見えるけど、これどっちやな。手前か向こうか、どっちかやねんけど、向こうからこっちの方が膨れてるから見えないよ。はいはい、わかった。おお、ぼかしないね。はい、はい、なるほど。あえて洗う可能性もありますからね。ちょっと板金の方を、板金の方を覚えておきます。はい、OK、間違ってるかもある。はい、OK です。早いめっちゃ早い。いや、楽しくなりましたね。ここまで意外な結果。紙は E、D、実際は E、E、僕 D、D、D、E、D、E。そうね、俺、何？ここ？うん。だから、U、K、紙、紙と。で、はい、D、E。みんな E やもんね。E、E、D。ちなみに、選んだ根拠を。みんな同じこと言ってたね。やっぱここの泉、例えば泉がどっちにへこんでるか、ここにで、下はすごくない。で、上に下でも、やっぱその泉で、そうですね、はい、いい、まあ、この辺、この辺ですね。言うけど、僕上へこんでるで、下は引っ掛けかなと思ったからなんかそういう風に言ってたからもしかしたらと思って、いや、もう半々ですね。答えは C です。 C、 どこです。じゃあどっちかやったんですよ、俺。そう言ってましたね、どっちか。どっちかない。多分動画撮って見てもらったら分かると思う。手サフがここまで入ってるやっぱり、この境目のサフをこっち側が下地なのか、こっち側下地なのかないのか。そうですね、で高さで見えるけど、やっぱり目の見える高さで惜しい。答えはここでした。肩やと思ってました。やりやすいなやりやすいなこっちやると、ここでもなるから。俺もそれないんだけど、それを逆手に取ってこっちみんなそうそうそう、やっぱりこっちは、だからこっちじゃないんだ、こっちだけはどっちかに。なるほど。はい、次じゃあ塗装担当の部長に答え合わせ答え言ってください。磨きも塗装もやってもらったもんね。いいです。え、みんな僕いいです。そうやね、いいが多いね。いいと髪が D、 やっぱここやんな、ここでぼかしたっていう。ここ、うん、根拠。いや、それね、前のやつだと思った、それ。いやいや、それだとあかんやろ。で、ゴミも残ってるし、そこやったらゴミ取れやろなと思ったから。いや、それやったら。じゃあまだ、そのぼかし目だけしか磨いてないって言ってたから、来たちゃうかなと思って。あれ、おかしいな。おかしい。引っかかった。引っかかった。だからそこも引っかけやと思ったから、その、来たやと思って、僕は下にしました。はい。でもほんまって上でやった方が今では楽なかなと思うんでっていうのもあったから。待てよ、待てよ、何何何何ここが前のやつなんか俺知らんの。そうですよね、もっと分かってたじゃん。もう忘れてる。待てよって変えるとしたら、なんかどんどん変えるんですか。
うん、答えはここで C? いっかけほらカビ怒るで。あーほんまやな、硬さあるもんな、硬さに書いてるな。そう今から考えた。これはあかんやろ、あかんわ、完全に端に出てくればあかんやん。残して、ここ取るのめっちゃ大変ですよ。あ、ここ取るのめっちゃ大変ですよ。あ、みんな素人いうことや。はい。いや、僕まだちょっとダラついてねえやんか、だから取れてないわと思って、僕あ、僕あのぼかし目俺触ってたからね。そうなんだ。だから、あ、多分これだけでぼかしてるわと思ったんですよ、僕は。なるほどね。いや、これ見てる人面白いと思うよ。そうやってプロの人もいるんだっていう。じゃあ部長の勝ちだねこれ。勝ち負けじゃないけど。引っ掛けようとしてるもん。いや、それはあかんわ。ドッキリと一緒やねんから。引っ掛けようと引っ掛かってくる話やんか。まあまあ俺の目もないんやけど。いや、面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、あの一応金一歩はなしですけど、残念賞があるよね。じゃあ渡してください。え、何残念賞？俺がなんで塗装やないのに見向けへんかったから。そう。残念賞。ありがとうございます。はい、虫とかちゃうやん。違う。わかった。残念賞といえば。たわし。ほんま残念よ。いいリアクション。ほんま残念な。すごいやん。あ、使います。使います。UK の神。うん。残念賞といえば、はい、残念。そういうことか。残念でした。これちょっと全員外したから、またこ、時期見てやるわ、もう一回リベンジ。あ、ほんまやね。はい、UK版ね、ダマス側で行くか。はい、掃除やね、掃除します。いやいやいや、そこは頑張って渡しましょう。残念賞です。残念。開けても残念な感じなんで。開けてもらうの怖いからやめて。開けてもらうの怖いから逃げときます。はい、お疲れ様でした。撮ってますよ。どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。やった。全勝ってことで約束通り金一歩。やった。ありがとうございます。まあ、休みの日にも出てきてもらってるしね。気持ち入れてきましたんで。まあ、少ないですけど、どうぞということで、お疲れ様でした。これ面白いんで、また第2弾もやろうかなと思って。そうですね、第2弾やりたい。ちょっと考えてね、形変えてやりましょう。はい、では、バイバイ。バイバイ。言うたら君にそれ言うから、もう俺も番組も思うで、柔らかいとこ減ってますけど、多分嫌やから肩とか減ってますけど、ダウンだったらどうしても、ね、フロントタワーに乗ってるのおかしいなと思って。なるほど。それもな、おかしなもんで、これは運転もな、手前やったらフロントガンで色いけへんな、キスあったんだなと思いながら、もうムラムラやんか、もう塗装下手やろ、これ。
ドア真剣に塗ってて、フロントドアどうでもええから手抜いて持ってまあ残念そんなもんやね、俺らプロちゃうねんってことは全員黙ってましたね黙せましたね、よかったね、そういう結果になりました。これやらせなしですよね、やらせなしですよ、ガチですねガチですよ、また見てね、バイバイ、チャンネル登録もよろしくね。